りまっか。コロリン。あいた。これなんだ。何かの化石。わあ、これ何。たたつんでる。あだ。あんまよく探索してない気がするな。ここやろう。どこ行けばいいんだ。こっちか。違うな。おう、こっちか。あー、こっちだ。あら、あれ、もう一人来てる。ドラえもん、ドラえもん。あ、来た来た来た。ひょ、こんなとこでしたっけ。あー、そうだ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 。これなんか左側になんかさ、痛い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 。左じゃない、右側になんか隠れてるやついなかった。あー、あれあんなんだった。結構もうね、激しすぎて基本スルーしてた気がするな。え、なんか NPC のおじいちゃんがいつも引っかかって、なんかえーってなった。やだ、あう、マジ石化すんぞこれ。おい、あ、なんか、なんだっけ。え、石化した。あれ、こんなんだったっけ。すいません。わあ、もう石化で死ぬと思いっきり亡者心臓が深まるんだな。あっつ。ドラえもんなかなか使えるな。覚えやすくていいわ。膝の人とガチャピンとドラえもん。これもうスルーでいくよお前ら。いつまでも。いいえ、いくよ、スルー。違う、こっちじゃない。あれ、どっちだっけ。あだ、やってらんないからね今日も。しょうもない。来てる？お！あ、いるか。いきます、3、2、1、ゴー。はい、オープン。なんだっけ、ここのボス。あ、あ、やっぱお前らか。団体戦か。これがボスだったんだけどな。まあまあ強かったよな。
出血した、出血した、やばい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 、こればらけてる間は大丈夫。あら膝の人、ほっしゃあ勝手な、ジャバジャバ、ほいや勝負したら、ほい、うっ、うっ、うっ、あらー、すいません、あれなんか一体足りなくないか、あれボスもう一体どこ行った、ゴー、まだ、ひゃはー死んだ、なんで死んだ今、いやー人の像大消費時代がやってきたから、あか石化か今、そんな連続で食らったかな今、ああ、食らってる。ここでもこの時点で結構食らってるもんな。やっべ。やっべ。ちょっと回復した方がいいな、ここでな、石化を。あれ？マジかー。マジかー。まあ、行くか。しゃあねえ、これ。やだ。ほいほい、あいつイン、まず俺弓の野郎倒しに行くか、3対3ならなんとかなる、ベタリー、あだ、すごい狙撃能力ですね。えい、後ろ、後ろ、ドラえもん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 、ほっ、早い、強い、痛い、すごく痛い、死んだ、こりゃもうダメかもわからんねえ、いやダメだろ、いや無理、いや、ぐるんぐるんしてる、ぐるんぐるんしてる、いや、ちょっと俺直一個直してくか、ソウルね、やっぱり3対3は無理だから4対4で行くぞ君たち、4対4な、ぞボス到達前に死ぬことは許さん、
俺まっしぐらかよ。うわちょっとこれ危険、これ危険、乱戦危険。ばらけよばらけよ、お前らばらけようぜ。あーよし、いけるかいけるか。うわちょっ、あーよっしゃ、いった死んだ、やべえ、ぼー俺が死ぬ。ああよし、うっうっ、うわ死んだ、嘘だごめんもうちょっとだったのに。なんかちょっと装備しすぎじゃねこの辺、これいらんだろ。今調べたでいいわ。よし、こっちから落ちた方がいいかね。そういうことだな。おぶー、よし全員来たな。あら、あやべえ、これやばいっすよ。俺石化ピンチ。おほー、いけない、石化さえこかなければ。えよいしょ、えちょっと入れないんですけど、入れないんですけど、はいお前来てるしやな。あーもう消滅したあーあーあはは食ってる気がしない。お痛い痛い、飲んでればいいか、死ぬー、無理無理無理あー今度こそ、あいだ、うおうお、あら危ねっす。あら、いいへ、なろう、あぬりちゃん、いいね、縦を構えながらこうやるとね、爆発させなくていいですよ。奴隷時代に培ったこの爆発をしない技。ああそうね、複数で一体を倒すときはね、盾を構えたまんまこうやるといいですよ。そうするとね、有効にこのベタ時間を使えるんです。死んじゃうよ俺。よしよしぞよしぞ、1対1対2でベタリー、よしよし、あー壊れそう、しまった、よく見てから寝ればよかった。あだー死んではならん、特に俺。
よし。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 スタミナ、スタミナ、スタミナ、スタミナ。逃げんな、逃げんな、逃げんな。ほら、焦ってるよ、焦ってるよ、ほら。ぶお、やべえし、やべえし、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 それはやばい、それはやばい。死んではならん。いやこう盾を構えながら殴る殴る殴る盾を構えながら殴る。うっ、死ぬ、俺死ぬ、危ない、もうやっちまいな、やっちまいな、このやオッケー。いやこれで終わりも、いよいこれで終わりだよ多分ね。さっき終わりってちょっと言っちゃったけど、完全に忘れてましたけど、もうこの先ってないもんね。この先はもうないと思うんだよ。あるな。こんなとこありましたっけ。あ、そうそう、これね、あちらから見えてた、あそこから、そうそう。知ってる知ってる。あ、で、なんか中2階的なとこから戻るんだっけか。花のスカート。あー、せやせやせや。知ってる、ここ知ってる、俺。来たことあるわ。あーはーはーはー、他のエレベーターのとこでしょ。違う違う、あ、そうだよそうだよ。タイマーズ、お、ああ、大丈夫これ。あ、大丈夫か。闇の体験で語り、はいはいはい。まあでも、もうあれか、羽っこで帰ればいいのか。羽っこオッケー。じゃあ、どうするかな。もう、じゃあ一回戻りますか。マデューラ。二つ目ってどこでしたっけ？二つ目は、あー、この奥か。いやー、しかし、まあ1周目だからってこともあるかもしれないけど、まあプレス3版で2周目を少し経験していたってことと、やっぱ優秀なシロさんが3人っていうのは大きいな、ほんとな。うん、いやーでもほんと忘れてんな。行けばなんとか、あーとか言うんだけど、危うくあの三人衆倒さず終わるとこだったな。あれ、ここって、あ、そっか、そっか、ここに転送ではこれないのか。イン、来たー。これ、ここの両サイドってさ、何のためにあるんだろうね。確かここって、ま、呼べないもんね、まだね。うん、オープン。この中、太陽、なんかいかつい顔でいいな、なんか怒った太陽。おお、わあ、こんなんだったっけ。全然こ
この辺は全く記憶にないな。いきなり霧だっけ。あー来ちゃった。わー、あんなんだったっけ。おほー、わー、なんかこの辺りだと比較的まだ記憶が新しい気がしないでもないな。あ、え、こんなのあったっけ。あー、なんだっけ、ナドラ、ナドラ。ああ崩れ去った。うわあ、タマヒューン、タマヒューン、うほう、うほう。ああ、あそこな、あそこの下にもなんかあったよな。はいはいはい、左右に塔が一つずつと、真ん中にまあ主塔というか、はい、はいはいはい。よし、まあ今日はここまでかな。黒霧島の塔、うん、オッケー。じゃあ次回はここで、呼ばせていただきます。玉座の層、はい。ちなみに、ちなみにソウル184534でございます。はい、ということで本日もね、ダークソウル3で忙しい中、たくさんお越しいただきましてありがとうございました。次回またよろしくお願いします。お疲れ様でした。